Would you wish I saw a girl? No, I don't wanna like you。はい、みなさんこんにちは、ゆうカフェのゆうかです。今日は、ダイソーのニューアイテムというか、ちょっと出てから結構経ってるからニューではないんだけど、ダイソーのコスメレビューっていうのをしていきたいと思います。それでは早速見ていきましょう。レッツゴー。今日まだリップとか塗ってないんですけど、アイシャドウとか、このダイソーで買った、じゃじゃん、このアイシャドウパレット2つと、あとリップ、これはリップティントかな、2つっていうのをレビューしていきたいと思います。でちなみにこの他に、じゃじゃん、こういう可愛いネイルのアイテムも買ってみました。それではまずアイシャドウからお見せしていこうと思います。じゃじゃん、この最初に見ていくのは、このチェリーブロッサムシャドウブラシパレットっていうものなんですけど、5000ウォンですね、500円ぐらいかな。ダイソーブランドみたいな感じで0720っていう、パッケージも可愛いし安いしっていうコスメブランドなんですけど、中身はじゃん、こんな感じ、スプリング2018ボンボンシェードブラッシャーパレットチェリーブロッサム。実はこれ私すごく前に買ったの、2、3ヶ月はなると思います。なのでちょっとこう春向けの色味になってます。中身はっていうとこんな感じです。色味はまあ使いやすい、本当に春っぽい色って感じですね。早速、そしたらこっちの目はこのシャドウで、こっちはこういう風にやっていこうかなって思います。ブラッシャーもついてるんだ。おお、まずはこれチークまでついてるから、これで一気にできますね。まず最初にこの白いシャドウをつけていきます。結構粒子は粗い感じですね。見えるかな、こんな感じのキラキラパールになってます。なのでなんとなく持続力はあまりないかなって感じ。持続力、はい、まず白のシャドウはもしかしたら画面では見れないかも、見えないかな、ほんのりパールな感じです。そしたら次はこのちょっとアプリコットみたいな色を塗っていきます。まず手につけてみるね。お、思ってたよりも色はすごく薄いね。え、なんか裸眼でも見えるか見えないかぐらいな発色なので、もしかしたら反映されないかもしれないです。ここなんですけど、ほんのりパールがかった感じですね。これをベースにしてもいいかもしれない。塗っていきます。なんかさっきよりちょっと本当に肌の色のプラスパールが入ったアイシャドウっていう感じですね。さっきのは白いけど、本当にベースって感じかな。まぶたの色が整ってない時に使う用途としてはすごく使いやすいかなっていう感じです。そしたら次この色ね、この色、見えるね、これはほんのりピンクなお色です。これを際のあたりに塗っていきます。まあなんかすごく無難に使える感じですね。なんかテキスチャーはやっぱりちょっと安いなっていう感じがするんですけど、でもまあ全然普段使いには問題ないですね。そんなにこう粉がパラパラパラって落ちるわけでもないので、まあいい感じかなって感じです。そしたら最後にこのブラウンがかったお色味をのせていきます。どういう色かっていうと、レッドブラウンみたいなお色ですね、暖色系の。これを際に塗っていきます。動かしていきます。これはなんか下とかにこういう風に塗っても可愛いかも。こんな感じです。はい、そしたらチークを塗っていこうと思います。これね、色味はこんな感じ、本当にほんのり色が塗るかなって感じで、したらこれを意外と、いっぱい塗ったからこの発色がいい。これはなんかアイシャドウとかよりもいい発色ですね。でこれもパール感があって、ナーズのブラッシャーみたいな感じな発色になります。まあすっごく無難なピンクメイクをするにはまあいいキットかなって感じですね。ちょっとこうなんて言ったらいいのかな、こう肌にぴったり密着して、あ、絶対これ夜まで落ちないなっていうようなアイシャドウとかではないかなっていう感じがします。したらじゃあ次こっちにのパレットを塗っていこうと思います。じゃじゃん、中身はこんな感じです。あ、これはオレンジ系なのね。なんか寒色系かなって思ったら意外と暖色でした、どっちも。はい、でこれもまあでもベースはすごく使いやすい色が、さっきのホワイトパールよりももっとこうベージュっぽい色味のベースになってますね。こんな感じでございます。
うん、そうだね。さっきのはなんとなくこうシルバーピンクみたいなラメが入ってたんですけど、これはちょっとゴールドパール的なラメが入ってるかな。手に発色をお見せしたいんですけど、こんな感じです。次にこれね、これを塗っていきます。色はというと、これもまた見えにくいベースになる色って感じですね。でもなんかこうこういう風に鏡で見るとすごくパールがしっかりしてる感じですね。結構これはオレンジ系になるんだ。はい、こんな感じです。でこの3つ目の色も塗っていきます。これはちょっとコーラピンク系の色ですね。コーラルピンク的な、こんな感じ。なんかこうちょっと画面上では似たように映るかな、こんな感じ。ちょっと似てるよね、最後の色と若干似てる感じで。この最後の色はもうちょっとさっきのよりも、さっきのは赤みが強かったけど、これはまあブラウンに近い感じ。どっちかというとちょっとオレンジっぽいのかな。隠してみます。でもないか。これも肌に発色すると結構赤みが出るのかなって感じですね。日よりはもうちょっとブラウンっぽいかな。そうだね、さっきよりはもうちょいブラウン感があるお色になってます。はい、こっちも塗るとこんな感じで、チークまで塗ってみます。これはオレンジっぽいかな。でもすごい軽いのかな、すごくこの辺に飛び散ります、チークはね。チークの発色はとっても良いです。なので分量にちょっと気をつけて塗ってあげてください。なんかアイメイク左右違うんだけど全然違く見えないね、画面だと。なんで結果ちょっと似てるのかもしれないです。もうちょっと最初の方がピンクっぽくて寒色系だと思ってたものが意外とオレンジ系だったって感じ。そうですね、アイメイク的にはこんな感じで、まあまあかな。それでリップもレビューしていきます。一つ目はこのピンクのものね。これはちなみに2000ウォンなんで200円ぐらいです。じゃじゃん、こんな感じのピンクになってます。色はお、あー、これベルベットティントだから意外としっかり出てくるのね。私は水っぽいティントだと思ってたんですけど、ベルベットティントなのでテキスチャーがしっかり出てくるタイプでした。こんな感じの色。もう一つはっていうとこんな感じのデザインで、これめっちゃ可愛いかも。色、うわー、やば、可愛い色が、この色結構可愛いです。プラムっぽい、赤とピンク絶妙に混ざってプラムっぽい色ですね。可愛い。したらピンクのものも一回塗っていきますね。あ、すごい、本当にベルベット、テキスチャーがめちゃめちゃベルベット。軽いですね。ただちょっと馴染みがなんか外側にこう色がいっちゃうっていうのかな、中が透けやすいですね。わかるかな、なんかこうなっちゃうから中にもう一回塗っていかないとか。色は可愛いですね。何なんだろう、私の唇の状態悪いのか。このぐらいだったらいいかな。はい、こんな感じの、はい、ピンクリップになります。次はこの色を塗っていきます。これがボリュームピンクで、こっちがソフトローズっていうお色です。やっぱローズ色だね、私の大好きな。でもこれも結構肌をすごい白く見せてくれると思います。いい感じで、着色みたいなのあんまりないですね。こういう拭き取りタイプのもので、まあ、1回で落ちるかなっていう感じです。はい、それではまた塗っていこうと思います。これ期待していいかな。なんかテキスチャーがやっぱりすごく面白いですね。はい、こんな感じです。これは色かわいい、普通に。やっぱりちょっとテキスチャーだけなんか難しいんですけど、塗り方を。でも色はすごいかわいいです、めちゃめちゃ。これは全然普段使いできますね。なんか前もダイソーのアイテムってリップ系良かった気がするな。はい、こんな感じの、ダイソーの、まあ、ニューって言ったらちょっと遅いからコスメレビューになりました。まあこれは5000ウォン、こちら2000ウォンなので本当に手軽に買えるかなって思うので、もし韓国にお越しの際は韓国ダイソーでお土産とか買ってみてはいかがですか。はい、それではこんな感じのダイソーのコスメレビューでした。3段かな、2段かな、
でした。すごいねお得で買いやすいし、お土産とかにもいいかなっていうアイテムたちなので、皆さんの参考になったら嬉しいです。はい、それでは今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。インスタグラムとツイッターのフォロー、そして北部府の通販サイトもよろしくお願いします。それでは次の動画で会いましょう。バイバーイ。皆さんも風邪気をつけてね。アンニョン。バイバイ。